男中村です。舞茸にはタンパク質を分解するプロテアーゼっていう酵素が含まれています。だから舞茸でお肉を溶かすことができるんですよ。本当ですよ。それをまあ昔から知識としては知ってたんですけど、それがどの程度のものなのか知らなかったんですよ。それである日ですね、そんなことは何も知らずに豚肉と舞茸のスープっていうのを作ったんですよ。豚肉と舞茸っていう組み合わせは別に何の考えもなくたまたまそうなっただけなんですよ。それで豚肉を何グラム入れたか忘れましたけど、完成したスープは明らかに肉の量が少なくて、あれ肉どこ行ったって思ったんですよ。誰やつまみ食いしたんは出てこいって思うぐらいね、肉が減ってたんですよ。もちろん誰もつまみ食いしてませんよ。それは舞茸がお肉を溶かしたんですよ。そんなことがあって、その時初めて舞茸のタンパク質分解能力の凄さを知ったんですよ。これはすごいなと思いましたよ。それでですね、その舞茸のタンパク質分解能力を使ってお肉を溶かしてお肉で醤油を作れるんじゃないかと思ったんですよ。それを実験しようと思いまして、舞茸とお肉とお塩を混ぜて瓶に入れて半年置いておいたんですよ。半年の間にタンパク質の分解が進んで、熟成が進んで醤油になっていると仮定して作りました。その結果について詳しくはこちらの動画をご覧ください。この動画で説明しているのは舞茸でなくて米麹の力でお肉を溶かしてお醤油を作ってるんですよ。舞茸での実験はこの動画の中ではおまけなんですよ。この動画で説明しているように米麹を使えばお肉を溶かして美味しい醤油を作ることができます。それで舞茸での実験はどうだったかと言いますと、動画をご覧になった方はもうご存知だと思うんですけど、そりゃもうひどいもんでしたよ。どのようにひどかったかというとですね、早い話がお肉が腐ってたんですよ。米麹で仕込んだ方はもちろんお肉も溶かして、さらに麹の力でなぜか腐らずにうまいことできたんですよ。けど舞茸の方はお肉は溶けたんですけど、なぜか腐ってしまったんですよ。舞茸ではお肉は溶けるけど腐ってしまうみたいです。じゃあ腐らないようにするにはどうするかと考えました。まず一つは塩分濃度を高めることですね。まあ仮に塩分濃度を高めて上手にできたとしても、完成した醤油も塩分濃度高いですから、塩辛い醤油になるんで料理に使いにくいですよね。やっぱり美味しくないといけません。そこでですね、タンパク質分解酵素が活発に活動する温度というのに注目しました。舞茸のタンパク質分解酵素は40度だか60度だかわからないですけど、そのぐらいの温度が活発に活動するんですよ。それで最適な温度を保つと、およそ1時間ぐらいでお肉を分解すると思います。もし1時間でできたら腐ることはないですよね。さらに溶けた後火入れをして殺菌しますから、腐る間もなく殺菌されてしまいます。ということで加熱してお肉を溶かすという作戦でいってみようと思います。実験の材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。舞茸はみじん切りにします。そして鍋に入れます。鶏ミンチも入れます。塩はとりあえずちょっとだけにしておきました。もし失敗してお肉が溶けなかったら、そのまま肉団子として食べられるようにと考えてのことです。混ぜます。混ざってきました。これを湯煎で温めます。湯煎して混ぜます。お湯の温度は60度ぐらいです。お肉の温度は38度ぐらいです。また混ぜて、お肉の温度は41度くらいになりました。そろそろ酵素が活性化するんじゃないでしょうか。最初に比べてお肉が柔らかくなったように見えなくもありません。お肉の温度は51度くらいまで上がりました。混ぜます。お肉に少し火が通って色が白っぽくなってきました。蓋をして10分くらい置いておきます。また混ぜます。お肉は60度を超えてます。混ぜます。また10分ぐらい置いておきました。肉がドロドロになってますね。明らかに溶けてますね。64度ぐらいになってます。また蓋をして10分くらい置いておきます。もう完全に溶けてクリームみたいになりました。お肉は溶けたんですけど、もう醤油って感じではないですよね。
もう湯煎しなくても大丈夫なんで、直火で70度を目指して加熱します。70度で酵素が最も活性化するという情報も見たことがあるんで、そこを目指します。だいたい70度ぐらいになりました。蓋をして10分くらい置いておきます。また様子を見るともうあまり変化はないですね。醤油って感じではありません。ここで思い切って方向転換して水を足してスープを作ることにしました。沸騰してきました。味のアクセントに生姜のすりおろしを少し入れました。お椀によそってネギをトッピングして鶏肉のポタージュスープの完成です。確かに1時間やそこらでお肉は溶けましたけど、醤油にはなりませんでした。それで結局スープができてしまったわけなんですけど、このスープはですね、お肉は完全に溶けてます。固形分は舞茸だけです。それで味をどのように表現したらいいんでしょうか。まさに鶏肉のポタージュスープというのがふさわしい表現です。お肉がドローっとしてて舌触りがザラザラした感じがあります。お肉の粒はないんですけど、ミクロの単位では細かい粒があるんかもしれません。味は鶏肉を液体にしたような味です。舞茸の風味と生姜の風味はいいアクセントになってますよ。お肉のタンパク質が分解されてるからアミノ酸が豊富なはずなんですけど、旨味はそれほど強く感じませんでした。アミノ酸の全てに旨味を感じるわけではないですからね。アミノ酸があれば旨味を感じるというわけではないみたいですね。美味しくもなくまずくもなくという味でしたね。というのは私の感想なんですよ。妻は残してましたからきっとまずかったんでしょう。今回の実験で分かったことをまとめますと、舞茸はお肉を溶かします。舞茸のタンパク質分解酵素は60度ぐらいが最も活性化したと思いました。私がやってみて60度ぐらいの時が最もお肉が溶けるっていう感覚があったんですよ。それは私の感じた感覚です。そして舞茸を使って肉醤を作るのは困難。鶏肉のポタージュスープの味はそんなに美味しくないです。これはレシピに改善の余地があるというだけで、この料理法が絶対美味しくないというわけではないですよ。まだまだ舞茸活用の可能性はあります。例えば胃腸が弱い人とか歯が弱い人はお肉を舞茸で溶かして、それでタンパク質補給するといいかもしれないですね。60度ぐらいで最もお肉を溶かしてくれますから、例えば舞茸とお肉のスープを作るときにスープの温度を60度ぐらいに保ってやると、どんどんお肉が溶けていきますよ。お肉が柔らかくなるとかそんなんじゃなくて、溶けてなくなっていくって感じですね。お肉の量が減ってなんか損したような気分になりますけど、栄養面では同じですからね。はい、そんなわけでこの動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録お願いします。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログは始めてからもうすぐ10年になります。こんな変わった料理の情報ばっかり10年分あるんです。ものすごい情報量ですよ。興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。